皆様こんにちは。素晴らしい田園風景の中を走っていくキハ150。今日は室蘭本線を散策しながら、懐かしい赤い電車711系がこの近くにあると聞いてやってきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ちょうど今お昼時、ユニ町といえば有名店があるんですよ。行ってみました。1時間ぐらい待ったんですが、ここ東京ホルモンです。なんで東京ってつくのかちょっと謎なんですが、さあ呼ばれたので入ってみましょう。ここの名物はやはりホルモン。いやー、新鮮そうですごい美味しそうですね。これにですね、味噌だれをつけるんですよ。そしてだんだん火が通ってきたなってところに野菜を入れます。この美味しいつけだれの汁を野菜がいっぱい吸ってくれるので、とっても楽しみですね。ちなみに今回私、ホルモンと野菜、そしてご飯を頼んで合計1000円でした。さあ少しずつひっくり返しながら待ちましょう。もうこうなるといい匂いがしてくるんですよ。早く焼けないかなと心待ちにしています。本当は今回の企画、列車で回りたいとこなんですが、列車の本数が少ないため諦めて今回は車の移動にしました。さあそれではいただきます。いやこれですね、すっごい美味しかったですよ。いや混んでいる理由分かりますね。1時間待った甲斐があります。さあご飯の上に乗せて、さあこれも最高でしたよ。お腹も満たされたところで、今度は隣町の栗山の小林酒造に行きました。ほんとね、このコースお酒飲みたくなるんですよね。ほんと列車で来たい気分です。今日は車なのでどちらも我慢してます。実はですね、ここおすすめの甘酒があるんですよ。さあ中に入ってみましょう。ほんと濃厚な甘酒なんですよ。こうして中はおしゃれな店内となっております。さあここに座って素晴らしい景色を見ながら、今回は甘酒で作ったお汁粉を注文しました。お水と秘伝のカス床の試食ですと出されました。この手前にあるのがカス床なんですけど、酒カスです。すごい美味しかったですよ。そして奥にあるのがお水なんですけども、こうしておちょこに継がれると、なんか日本酒を飲んでる気分になりました。さあ来ました、お汁粉です。これでね500円なんですよ。安いですよね。さあ中はどうなってるかというと、なんか可愛らしいですよね。さあそれでは早速いただきましょう。まずは白い白玉の方からいきます。これですね、甘酒がすごく濃厚なんですよ。続きまして、あんに絡めて、今度はピンクの方の白玉で食べてみます。これも最高です。ちなみにこれ甘酒なんですよ。そしてお口直しの塩昆布、これお水のおかわりですっておチョコで持ってこられたんですよね。せっかくですからついでみました。本当日本酒を飲んでるみたいですね。ではこちらの純粋な甘酒もいただきます。いや最高でした。皆さんこれ何かわかりますか？なんと伝票なんですよ。レジに持っていくやつです。すごい高級ですよね。そして岩見沢に入りまして、711系に会いに来ました。なんと展示されているの1両ではなく2両なんですね。これは最高です。補修作業中だったんですが、見学できますよということで見学させていただきました。今から約60年前の1967年に登場した711系、2015年3月13日に引退しています。両側に配置されている茶色のボックスシート、懐かしいですよね。私もよく通勤で利用していました。すごく保存状態が良くて、車内がとても綺麗なんですよ。今にも走り出しそうです。これさりげなく貼ってある広告なんですけれども、2014年って書いてますね。廃止される寸前の広告です。いやすごいですね。運転席にもお邪魔しました。いや時代を感じさせますね。最高速度は110キロまで出せたそうです。ちなみにこちらの列車の後継機が721系で、今その721系も引退がささやかれています。いやーよく50年近く走っていましたよね。ほんと素晴らしいです。自然に引退した感じがするので、なんかこうたまに駅のホームで待っていると赤い電車が来るんじゃないかなってこう思うぐらいなんですよね。車内にある掲示を見つけたんですが、
北海道の鉄道の歴史すごいですね。炭鉱の発展とともにこんなに路線があったんですね。皆様、今日の動画いかがでしたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。